おはようございます。ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、そしてミスター M さん、今回の動画もね、本当に僕が僕であるためにというね、尾崎豊さんの歌になぞらえてミスター M さんの人生をちょっと振り返らせていただいたんですけども、これね、やっぱり勝ち続けなきゃならないと、私たちはやっぱりね、一体誰に勝とうとしてるのかなってことなんですよ。大人に対してなのか、それとも、世間に対してなのか、特定の個人なのか、それともこの国を作ってるものなのか、いろいろと思うんですけども、結局はですね、私が思ってるのは、自分自身ということになっちゃうんですけども、以前から私ずっとね、発信していたことの中に、人間には私の中にはですね、心っていう自分のものであるようで他人みたいな関係の心っていうものがあるんですよね。この心っていうのはですね、見たものに対してものすごくね、正直に動くんですよ。正直に反応するんですよ。あ、欲しいなあれとかね、これ嫌だなとかね、 あの子可愛いなとか、こういろんなね、こう心っていうのはあっち行ったりこっち行ったり、弱気になったり強気になったり乱暴になったりするんですよね。やっぱお酒を飲ん、私は今お酒飲みませんけど、お酒を飲むとやっぱり心ってのがもっともっと強気になっていったりとか、逆にこう泣き上戸になったりとかするわけなんですよ。で、自分に勝つっていうのはどういうことかっていうと、この自分ではね、制御できかねるような心ってものをほっといたら、あっち行ったりこっち行ったりする、手のつけられないね、我が子のようなこの心っていう、もう一人の自分に対して精神力によって制御することなのかなと思うんですよね。筋トレをしていてもですね、やっぱり諦めの心とか面倒くさがりの心っていうのがやっぱり出てきちゃったりとか、あと欲ですよね、無理してやっちゃえみたいな心も出てきたりするんですよ。だからそれを制御して自分の一番最適な答えっていうのを出していって、自分の体を作っていく、で肥満を防止する、健康になっていく、プラス怪我をしないように、やりすぎないように、ハードワークにならないように制御していくと。やっぱこうね、強烈な他者ライバルを見ると追いつきたくって無理にハードワークしちゃうんですけど、それが結局故障を呼んで、追いつけないような差をね、作ってしまったりとか、それが悔しさとか敵意になったり妬みになったりするわけなんですけど、これ全部自分の内側から生まれてるんですよね。で、私はお金のない頃っていうのも本当にね、誰かと自分を比較すると惨めになることもあったと思うんですけども、私は人と自分のことをね、比較しないわけなんですよ。非常に楽なんですよ、この考えっていうのは。世界にはそういう人もいるよねと。自分よりも優れた人とか、自分の100回やってもできないことを1回2回でクリアしていく人もいて、それに嫉妬する必要ないなと思ったんですよ。少しだけね、嫉妬心っていうかジェラシーを残しておくんですよ。これ競争心っていうかね、負けてたまるかみたいな気持ちをちょっとそういう方からいただくんですけども、基本的には戦うべきっていうのは自分の怠け心とかね、やりすぎちゃう心とかね、欲にまみれちゃうこととか、逆に無欲でありすぎることっていうのはね、この扱いにくい心っていうものに対して勝ち続けていかないといけないんだろうなと思うわけなんですよ。ですんでね、今回の動画の結論なんですけども、勝ち続けなきゃいけないっていうのは何に対してなのか、それは自分以外の特定の個人ですとか団体とか、いわゆる世の中の雰囲気とかではなくて、その前に戦うべきっていうのは自分の中に生まれてしまった心っていうやつのこの扱い方ですよね。心に負けないように精神力で制御していくってことなのかなっていうふうに思いましたね。だから今ね、その人前に出て恥ずかしいという心の思いがあるんですけども、それ以上に、自分がね、責任を持って人の前に立ちたいという精神力が勝っている状態なのかなと思うんですよ。それがなかったらね、この50近いこの冴えない顔をね、毎日毎日人前にはさらせませんよ。ということでね、ミスター M さん、これからもガチンコマッチョクラブ、精神の面でね、這い上がるためのヒントをいろいろいただきたいと思います。次回も楽しみにしております。ありがとうございます。